俺たちのジャパンへようこそ。日本で古くから使われている木造建築は、実は現代の日本の住宅の 80% を占めているのをご存知ですか？世界には石やコンクリート、土を使った建築が多いですが、東北地方太平洋沖地震後に日本の木造建築が注目され、その技術が世界から認められたと話題です。しかし、昨今安い、早い、しかも耐久性抜群と話題の 3D プリンター建築がお隣の国、中国で賑わせている様子。この物語に出てくる中国人青年も、日本の建築は 3D プリンター建築に比べて建つまでに時間がかかりすぎるなんてバカにしていたのですが、実際に木造建築を見学し驚愕。いつしか日本の木造建築の美しさに魅了されてしまったとか。絶対に真似できない、そんな風に思わせた日本が誇る木造建築の建築技法とは一体どういうものなのか。また木造建築のいい点やデメリットになる点は。それでは最後まで見て確認してみてくださいね。僕の名前はヤン。今日本に留学中だよ。建築学を勉強している。日本での建築学といえば、もっぱら授業で取り上げられるのが日本の木造建築について。確かに日本の木造建築の技術は素晴らしいと思うよ。だけど最近僕の国、中国では新しい事業、 3D プリンター建築がとても人気。正直日本の木造建築は遅いし時代遅れなんだよ。中国の建設業ではこの 3D プリンターは1兆円級の市場に成長する可能性を秘めていると言われていて、次々とこの 3D プリンターを使った建築物が建っているんだ。 3D プリンターだと丈夫な建物が安くて、しかもあっという間にできてしまうし、とっても魅力的だと思わない？さすが最先端を行く中国なんてね。それにこの 3D プリント技術を使えば、時間的コストを 50-70%、 人的コストを 50-80%、 材料コストを 40-50% 削減できるという超画期的な建築技法なんじゃないかとも思う。こんな風に最近まで最先端の技術についてかなり興奮気味だった僕。ところが最近、日本の木造建築について熱く語っているギリシャ人がうちのクラスにいてね。そのギリシャ人とちょっとばかし言い合いになった出来事があったんだ。日本の木造建築なんてもうはっきり言って時代遅れ。建つのにも時間がかかりすぎるし、今は 3D プリンターの時代なんだよ、なんて彼にも言っていたんだけど、彼はその意見に真っ向から反対。新しいものよりも日本の木造建築は素晴らしいの一点張りだった。それでもそんな彼を小バカにしていた僕だけど、ある出来事でその考えは覆されてしまった。僕に何があったのか、これからその時のことを話そうと思う。ところでその言い合いになったギリシャ人の名前はティモスって言うんだ。まさに超真面目タイプで、いつか自分の国に日本の木造建築の技術を持って帰りたいと本気で思っていて、日本に留学しここで建築学を学んでいるそうだ。彼に言わせると、日本とギリシャは距離こそ遠いが、ある共通点があるらしい。それは日本と同じくらい地震が多いということ。日本は地震が多いのに、何百年も建てられた古い仏閣建築が今もなおそのまま残っていたりするよね。それは本当に驚くべきことだと思う、と彼は言った。そして彼が日本の木造建築に興味を持つきっかけとなったのが、京都の清水寺を
観光で訪れた時のこと。清水寺の舞台に使われている柱には一切の釘が使われていないことに驚愕し、彼はその日から日本の木造建築に興味を持つようになったそうだ。だから僕にその木造建築のことでバカにされ相当腹を立てたのか、ティモスは僕にある提案を持ちかけてきたってわけ。その提案ってのは、実際の木造建築の工事現場を見学しに行こうというものだった。最初は冗談はよしてくれよなんて軽くあしらっていたけど、あまりにしつこく言ってくるので僕は、わかった、一緒に行ってやるよと返事をし、後日僕たちはその現場を見学することになったんだ。それにしても木造建築のどこがいいんだよなんて思っていた僕だけど、改めて木造建築について調べているうちに、だんだんとのめり込んでいったんだよね。まず木の良さといえば、やっぱり温度を一定に保つ点。木は湿度が高まると湿気を吸い、空気が乾燥すると溜めた湿気を吐き出す特性があるんだ。その特性によって、湿気の多い季節や空気の乾燥する季節でも快適に過ごすことができる。だから四季のある日本の気候には木造建築が合っているのかもしれない。それに建築デザインの自由度が高い点も木ならではだそうだ。木造建築は基礎や柱などで強度を保って屋根を支える構造になるんだけど、その部分さえしっかりしていれば他の部分についての設計に融通が利き、比較的自由にデザインすることができるということらしい。リフォームやデザインも思いのままに行うことができるし、長年の生活で家族のライフスタイルが変わってしまうことを心配する必要もない。そして最大の木造の利点といえば、やはりリラックス効果が半端ないこと。これは僕も認める。実は僕の父親も大工でね、昔よく木の匂いのする現場にも連れて行ってもらった。なんといっても木はそのぬくもりと温かさを肌で感じるから心地がいい。長年住み続ける家という点でも、やっぱりリラックスできるという点は譲れないと思う。こんな風に気づいたら思い始めていた。一方で木造建築のデメリットといえば、耐久性が低いのでメンテナンスが定期的に必要になってくるという点だよね。もしメンテナンスを怠れば、その部分が劣化して結局住めなくなってしまうし、木といえばやはり害虫や火に弱いという点がつらい。だから木造建築ではこれらの害虫対策や防火処理は必ず必要になってくるのがネック。この点はどう対応するんだろうなんて見学会の前までに予習はバッチリ。もともと渋々参加することになった僕だけど、まあ実際に見る分には勉強になるしいいかと、意外にもその日が来るのを待ち遠しく感じていた。そして実際に見てみて、その技術に度肝を抜かれたんだ。まず僕たちが見に行ったのが、日本のシェルターという会社が建てている日本初の高層建築だった。なんと7階建てのビルで、その主要構造材に無垢材を使用した純木造だったことに驚きを隠せなかった。木造で高層ビル？もちろん天井までも見渡す限り全てが木でできており、その材料となっている杉やヒノキの香りがとても心地よく、僕もかつて好きだった匂いを思い出させるものだった。そして全てが木だとぬくもりを感じることのできる空間で、一つ一つ木の木目が個性的でとても美しい。やっぱり木はいいなぁ。不本意ながらもそう思ってしまった。そして驚いたのは、その柱や梁の接合部分に使われていたこの会社独自の技術だった。
普通高層ビルは建物の強度のために木造の他にも鉄筋やコンクリートと一緒に組み上げていくのが普通だけど、このビルはその接合部分にだけ金物を使う接合金物工法 KES 工法を使っていた。それは継ぎ手やし口といった木材をつなぐ伝統工業、さくりはめを機械加工する技術で、柱との継ぎ目に金具をはめ込む工法なんだ。現場では工場から加工された木材をはめ込み、あとはピンで固定すれば固定が完了するという簡単なものだった。普通は木造建築といえば、現場の大工さんがその場で計算し、接合部分を切り出しはめていくという途方もない作業を想像するけれど、このビルのやり方なら現場での特別な技術はいらないそうなんだ。さらに計算通りの強度も確保され、工期もコンクリートの半分で人件費の削減にもなるということだった。この接合部分の話を聞いた時に日本の宮大工を思い出していた。宮大工はユネスコの無形文化遺産にも登録されたし、建築家を目指す者なら誰もが知っている驚異的な技術。宮大工が誇る木造建築の伝統技術はネジや釘、または他の金属の留め具を使わないため、家の基礎をしっかり保ち、はるかに長く持続するのが特徴なんだ。もちろんその接合部分には接着剤などは使用されないし、その様子は複雑で長年の修行が必要だという。一人前の宮大工になるには30年はかかると言われているから途方もない。宮大工を一度は志しても途中で挫折して辞めていく人も多いと聞く。だから今の課題は今後の技術の継承だそうだ。この点、この宮大工の技術を応用した機械加工と金物を使った接合技術を使えば、もっと簡単に後世に木造建築を残していけるのかもしれないとさえも感じた。木の美しさはそのままで時間もお金もかからないのであればとてもいいとさえ感じていたよ。そして唯一の木の弱点、火についても問題解決済みだそうで、2014年には木の鉄鋼ボードクールウッドを開発。これはなんと3時間火に耐えられる木材を使っているという。それにより階数や床面積、用途の制限なしに様々な建築物に木材を使用できるとのことだった。僕は正直、ここまで木造でできるんだと、その美しさと技術、そして壮大さに感動しきりだった。見学が終わった後には木造建築もいいかもしれないと考えが変わりつつあった僕。帰ってからもいろいろと調べているとこんなものを見つけた。それは海外メディアで紹介された日本の宮大工の建築技術、アメージングと海外が反応しているものだった。例えばこんな風だった。この方法は美しい、芸術的だ、アメリカでも出たらいいのに。彼らの技術はまるで木を使った芸術ね。素晴らしい仕事ぶりも尊敬するわ。すべての国がこれぐらい建設にこだわってくれたらいいのに。すごい。日本のプロ意識の労働倫理は本当にすごい。どんな仕事でもすごく感化されるよ。この技術はまるで木材で作られたパズルボックスのようだわ。たくさんの人々がこのビデオを見ているね。おめでとう。この技術は完璧、美しくてゴージャスだ。まさにプロだね。もっと言葉で表したいけど、すごすぎていい言葉が浮かんでこないよ。マスター、これからも頑張ってください。本当に美しい。最後の接合はパーフェクトだよ。彼らは職人として自分の仕事に誇りを持っていることが伝わる。
設計するために注意しながら時間をかけて行う仕事ぶりは素晴らしいものだ。最高、シェアをしてくれてありがとう。どうすれば僕にもこの技術が学べるかな。どんな木材を使っているのかな。僕の国ブラジルにも同じ技術を使って300年前に建てられた建物があるそうだよ。日本人は大工職人のような美しい伝統を持っているね。私の夢はこのような手法を使用した日本の木造建築の家を買うことなんだ。キッチンや家具もこの技術が使われたものが欲しいな。何を隠そう、私は日本の木工を誰よりも愛しています。今私が必要なのは購入する資金だね。ダラスの家建築のプロジェクトマネージャーだけど、俺が日本で働いたら間違いなく初日にクビだな。日本の管理システムは別次元だよ。日本の伝統的な大工仕事はすごいよね。この伝統的な建築方法のおかげで、お寺や神社が世代を超えて今もまだ健在しているんだね。これらは全て手作業でやっているんだよ。僕は一人の日本の大工にアメリカで会ったことがあるんだ。1980年代から北カリフォルニア州のシリコンバレーではこのようなタイプの家の建築が多くなったんだよ。家が完成するまで長い年月がかかるね。全てが垂直でフィット感も抜群だし、耐震性もあるから時間がかかるのは仕方ないね。非常にいいと思うよ。オーストラリアで建設をしているけど、日本の工程は何もかもが変わって見える。まさに究極の技だね。この上なく優雅なフィット感、目では接続部分が確認できないよ。あなたたち以外の他の人が真似できない技だ。日本人は世界とあまりに違いすぎる。細部へのこだわりがすごい。外国人が嫌いな理由がよくわかるよ。ショールームがクールすぎる。ニュージーランドで建設を学んでいるから、日本の建築管理を見るのはクールすぎるよ。こんな風に世界中の人が日本の木造建築に驚嘆するその気持ちは今なら理解できるな。あれだけティモスのことや木造建築をバカにしていた僕、実際見てみるとやっぱり木はいいと思い直していた。そして帰り際にはティモスに、木造建築を見て改めてその良さが分かったよ。今は 3D プリンターしかないって思っていた頃の自分が恥ずかしい、なんて会話をしていた僕たち。ティモスも僕が分かってくれたと嬉しそうにしていた。それにしても僕は改めて日本の木造建築を自分の目で見て確かめて本当にラッキーだったと思ったよ。ある意味今ではティモスに感謝しかないね。日本の木造建築の歴史は本当に古いんだよ。実は2021年にユネスコ文化遺産に登録された縄文文化にも木造建築があったと言われているんだ。縄文時代は狩猟民族時代、その狩猟民族時代には珍しい定住文化があり、そこに感心したユネスコが評価し世界遺産への登録となったという経緯があるらしい。そして面白いことに、この時住んでいたのが木で作られた家、つまり木造建築だったとも言われているんだ。日本では建築基準法に即す必要があるから、 3D プリンターで建築物を作るのはまだハードルが高いらしいよ。それに今はどんどん日本では木造建築をしているよね。木造建築が増えれば林業だって仕事が来るし、森だって管理されるからいいんじゃないかとも思う。 3D プリンターは完成するまでの速さが売りだよね。安いし災害時の仮設住宅には利用したらいいと思うよ。だけどやっぱり住むなら 3D プリンター建築よりも
木造建築の方がいいな。私は木造建築もいいけど、コンクリートの冷たい感じも好きなんだよね。だけど日本の気候には木造建築が合っているんだと思うと、快適に暮らすには木造建築なんだろうね。4000年以上も前、世界中でレンガを使用した建築物が広まっていました。しかし日本がレンガではなく木造建築を選んだのはなぜなのか、そして木造建築には火に弱いという致命的な欠点があるのにもかかわらず、なぜ日本はずっと続く木造文化の国となったのか、その答えは日本の地震や湿気に関係があるそうです。レンガは実に古い時代から存在し、西洋諸国でも多く利用されており、日本もかつて西欧諸国の文化を取り込もうと躍起になっていた時代には、おそらく我々の先祖もレンガを作ろうと試みたはずです。しかし結局木造文化の国となったのは、日本という国はやはり地震の多い国で、そして湿気の多い国だったから。まさしくレンガはそのどちらにも弱く、まさに私たちの国はレンガに適した国じゃなかったということですね。一方木造建築は地震にも、そして湿気にも強く、私たちの国に最も適した素晴らしい建築材料だったのです。しかしそのことを私たちはすっかり忘れ、銀座レンガ街や浅草12階などレンガ造りの建物を建てますが、関東大震災によって崩落しています。人は忘れる生き物。こうして失敗を繰り返し、私たちは最善の技術や知恵を身につけていったのかもしれません。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。